美食伝のみんなと過ごすお正月、とっても楽しみだわ。私もギルドの一員として頑張るから。主様もお疲れ様でございます。一年の汚れも綺麗になりました。はい、これですっきりした気持ちで新年を迎えられますね。普段は見えない棚の裏やベッドの下もピカピカになったわね。これが大掃除なのね。うちってばこういう年中行事みたいなのにはやたら手間かけるからね。シェフィーにとっては美食殿での初めての年越しだし、驚くのも無理ないか。あ、確かにそうですね。自然にお手伝いしていただいておりましたので気がつきませんでした。町の人たちに聞いたりして大まかな知識はあったから。でもあまり質問攻めにしてみんなに迷惑かけちゃいけないと思ってたし。迷惑なんてそんな、私たちの仲じゃないですか。そうでございます。大掃除のことだけではなく、もっと私たちに手取り足取り教えさせてくださいませ。シェフィーちゃんの美食殿での初めてのお正月、最高のものにしちゃいますよ。はい、私たちにお任せください。ありがとう。あんたたちね、あんまりシェフィーを困らせるんじゃないわよ。困ってはないわよ。そう言ってもらえるのはとっても嬉しいわ。シェフィー、あんたって本当に素直すぎ。デコリーヌがこういうなんかいいことっぽいことを言うときは、だいたい食べ物関係の裏が。おせちパーティーをしますよ。おせちっておせち料理のこと？はい、お正月にみんなで食べるお料理のことでございます。ほらね、すぐ食べ物につなげるんだから。だってそれが美食殿ですから。キャルちゃんは反対ですか？別にそういうわけじゃないけど、去年のこと忘れてないでしょうね。去年のこと、オーマのトゥンナスですね。はい、大変美味しゅうございました。そりゃ確かに美味しかったけど、そうじゃなくてお金の話よ。費用、コスト。忘年会であんなに豪遊しなきゃ、そもそも大間に行く必要なかったじゃないの。行ったら行ったで、結局あのクソメガネにいいように使われちゃったし。しかしそのおかげで大間の皆様と素晴らしいお正月を過ごせたではありませんか、キャル様。いつも無茶ぶりしすぎなのよね。とにかく今年は計画的に行くわよ。いいわね。キャルちゃんがそう言うなら少し気をつけますね。少しじゃなくてしっかり気をつけなさいよ。ま、あれはあれでよかったけどね。大間の魚介は最高だったし。あ、そうだ、おせちの材料も大間で買っちゃいましょうよ。知らない仲じゃないし、まとめて買えば安くしてもらえるかも。その前のお正月にいただいたギルドレース祝勝会でのお料理もお正月らしく縁起のいい飾り付けで素敵でございました。そういえばおせちといえば本場は東国らしいですし、いっそのことみんなで東国まで買い出しに行っちゃいましょうか。だからそういう思いつきで無駄遣いするなって言ってんのよ。
なんでもないわ。みんな、いろんな正月の思い出があるんだなって。お金の問題なら、魔物料理のおせちにするのはどうですか？ふむ、確かに名案でございます。あんたたち、こんな時にまで魔物料理って何よ。ちょっとシェーフィー、あんたからもなんか言ってやりなさいよ。え、私？確かに魔物料理だけだとちょっと困るけど。大まで魚よ、それでいいでしょ。祝勝会の時の縁起物を使ったお料理をぜひシェフィー様にも味わっていただきたいです。そうだ、ギャルちゃん、お魚さんが好きなら以前テンタパスバーベキューをした海岸に行きませんか？テンタパスバーベキューって魔物バーベキューじゃないの？魔物じゃないのも食べたいって言ってるのよ。だったらおせちの材料、さっきみんなが話していた大間の魚や祝勝会の縁起物やバーベキューの時の食材をいろんな場所で集めてみるとか。それです。それでございます。それよ。それでいいの？3人の意見をまとめたいいアイデアじゃない。それだと魔物おせちってわけじゃないし、私は文句なんてないわよ。シェフィー様、名案でございます。これまでの美食伝のことをもっと知っていただくいい機会ではないでしょうか。名付けて美食伝思い出おせち作戦ですね。おせちといえば縁起物、まずは準備のために町へ向かいますよ。私たちはちょっと準備がありますので、あなたはここで待っていてくださいね。申し訳ございません、主様。すぐに戻りますので。一人で待たせるなんて悪いわ。私もこっちにいるわね。ダメ、シェフィーは私たちと来なさい。あんたもフラフラしないで待ってるのよ、いいわね。おや、そこにいるのはお前さんかい？おお、こんなところで会うとはの。はははは、明けましておめでとうといったところかの。ずいぶんと気の早い挨拶だね。こういう時は9年中はお世話になりましたって言うもんだよ。どうじゃ、似合っておるかな。クリスマスを制した次は正月を制さねばと思っておったところ、ルカが正月用の晴れ着に詳しいと聞いてな。馴染みの店を紹介したついでに自分のも見立ててもらったのさ。はあ、うん、なんだい、そうやってまじまじと見られると照れちまうね。それでお主はこんなところで一体何をしておるのじゃ？お待たせしました。じゃーん。あら、イリアにいるかもいるのね。さあ、シェフィー様。どうかしら。シェフィー様、くるりとしてみてくださいませ。こうかしら。素敵ですよ、シェフィーちゃん。なるほど、シェフィーの晴れ着をあつらえておったのか。気に入ってくれたみたいね。お店で着付けもしてもらいました。どうですか？ほほう、4人とも似合ってるじゃないか。絵になるね。うん、ありがとう、みんな。これでみんなお揃いですね。
ルカさんとイリアさんって仲が良かったんですね。こうして二人で話したのはついさっきが初めてじゃがな。ヤリに正月に詳しいものがおると聞いたのじゃ。こっちにはナナカから正月について知りたがってる人がいるって話が来たわけさ。確かにルカってばそういうの詳しそうね。晴れ着で正月を祝うってのは東国の風習だからね。東国の出としては当然知ってるさ。あの人たちも晴れ着姿ということは、もしやわらわと同じく正月を制覇するつもりか。実はそうなんです。なんじゃと、わらわの前に立ちふさがるというのか。そうとなればいくら美食伝とはいえ容赦はできんぞ。いや違うから、私たちはこれからおせち料理の材料を集めに行くのよ。美食伝思い出おせち作戦です。なんじゃ、違うのであればよいが、しておせちとはなんじゃ。お正月らしいおめでたい料理と聞いております。まあそうだね、もともとは長寿や繁栄を願って作られた料理を集めたものなのさ。エコリーヌさんも縁起物って言ってたわよね。確かおせちも元は東国の文化だって。縁起物か、それは特別な力がある料理ということで良いのかな。そうです、お正月にみんなで食べる特別なお料理ですよ。つまりそれを食べると失った力も戻るかもしれんということじゃな。面白い、その度わらわも同行しようぞ。いいですね、旅は道連れ世は情けです。いいことわざを知ってるじゃないか。それでどの辺に行こうと考えてるんだい。これまでに私たちが訪れたことのある場所に行こうかと。その土地土地の美味しいものを求めて山から海から平野から結構いろんな場所に行ったわよね。魚だったら大間とかね。大間ってあの海の幸で有名な大間かい。ご存知なのですか。もちろんさ、大間といえば海釣りの聖地みたいなところだからね。私たち大間でトゥンヌス釣りをしちゃいましたよ。へえ、そいつは羨ましいね。私も一度は釣ってみたいと思ってたんだよ。ならばルカもついてきてはどうじゃ。私もかい。おせち料理だけじゃなくて東国文化に詳しいアドバイザーがいてくれると嬉しいわね。ペコリーヌだけに任せるのも不安だし、勝手に魔物料理をおせちだって言い張りそうで。確かにルカさんが来てくれると心強いわね。魔物おせちも美味しいのに。でも本場の知識があれば美味しいおせちが食べられますね。こちらこそよろしくお願いします。美食殿にはこの前助けてもらったからね、一肌脱がせてもらうとしようか。それでは主様、出立の号令をお願いいたします。うむ、そうじゃな、今回はあくまで美食殿の活動じゃ。一発威勢のいいの頼むよ。それじゃお願いします。おう、最初に神殿に向かうのは旅の無事を祈るためかな。わらわがついておるのじゃ。
無事は保証されておるようなものじゃがの。神殿では縁起物のお餅をいただくのでございます。おお、縁起物か。それは大切じゃな。何せわらわの力の復活の鍵となるやもしれぬもな。そういえばあんたってトゥインクルウィッシュと神殿で事件に巻き込まれたんだっけ。ふん、思えばお主いつも大変なことに巻き込まれておらんか。そうでした。煩悩が暴走しちゃったって聞きましたよ。怖いですね。ガミーでしたっけ。大きな鏡餅だったらしいですね。ジュルリン、年中食欲が暴走してるあんたが言ってもね。その時はあなたがコッコロちゃんにお年玉をあげるために頑張ったんでしたっけ。主様のお気持ち大変嬉しゅうございました。そうじゃ、わらわはお年玉をもらっておらんぞ。なぜなのじゃ。そりゃお前さんはもらう側じゃなくてあげる側だからね。お年玉。おや、知らないかい。東国での風習なんだが、ランドセルにも伝わってるのさ。本には書いてあった気もするけど。あらら、知られちゃったか。本当はお正月当日に渡して驚かせようと思ってたのに。シェフィー様、ちゃんと用意しておりますのでご安心くださいませ。私たちみんなからのお年玉の準備はバッチリしてますよ。お正月は楽しみにしててくださいね。私がもらってもいいものなの。一年間元気でいてほしいって思いを込めて渡すものだからね。受け取ってやりなよ。ありがとう、ママ。コッコロさん。それに、みんなも。はい、どういたしましてでございます。久しぶりに出たわね。シェフィーちゃん、かわいいですよ。もう今のはついうっかりというか。なるほどな、シェフィーはもらえてわらわはもらえぬわけじゃ。違うの。こうやってお話ししながらみんなで旅するのって楽しいですね。ああ、いい旅になりそうだ。食を求めての楽しい冒険、それこそが異食伝でございます。これが異食伝のみんなの冒険。ほらシェフィー、行くわよ。このまま道なりに行けば神殿なんじゃろ。ちょっと遠回りしちゃってもいいですか。それは構わないけどさ、この先に何があるんだい。そういえば聞いたことがあるの。新年にやるギルド対抗レースじゃったか。ギルドレース。はい、ギルドレースというのはですね。そ
そんなこともあったのね。しかも優勝してただなんて知らなかったわ。で、その時の最後のストレート区間がここだったのよ。今考えてもすごかったわよね、スズメの走り。巨大な山神様とのデッドヒート、まさに激闘でございました。そうよね、みんな私の知らないいろんな経験をしてきたんだもの。そんな激闘どうやって勝ったの？強いて言うなら絶対に諦めないことですかね。諦めないこと。まあうちは諦めの悪いのが揃ってるからね。あの時のスズメも含めて。いやー、あの時のことを思い出すと今でも手に汗握っちゃってお腹も鳴っちゃいますね。なんでよ。レース後の祝賀会でのごちそうを思い出しちゃいました。はい、大変美味しゅうございましたね。結局あれも高級魔物料理だったじゃないの。まあ美味しかったけどさ、もしあの時シェフィーがいてくれたらもっと楽に優勝できてたんじゃない。私の知らないみんなの思い出、ちょっと羨ましいね。羨ましいって、まさか高級魔物料理が。うん、どうしたのじゃシェフィー。え、あ、ごめんなさい、ちょっと考え事してて。おっと、見えてきたよ、神殿だ。よし、わらわが一番乗りじゃ。お待ちください、イリア様、晴れ着で走ると危険でございます。待ってくださいよ。美味しいご飯が食べられますように。皆様の平穏と無事を。今年こそ変なものを食べさせられませんように。みんな真面目にお参りしてるわね。それにしても人が多くなってきたわね。はぐれないように。あれ、みんなどこよ。コロスケ、ペコリーヌ。あ、流されちゃいます。シェフィー様、私たちは先に出店の方へ向かっておりますので、ごゆっくりどうぞ。ええ、わかったわ。ルカさんは静かに、イリアさんはなんだか危機迫るような。なんとしても我が力を。どうしたシェフィーよ、お主は祈らんのか。記憶が戻ってほしいっていうのはいつも祈ってるし、他に何を祈っていいのかよくわからなくて。何でもいいのさ、健康でも幸運でも欲しいものが手に入りますように。でもね、そんなものでもいいんですか。もちろん、お祈りっていうのは自分の気持ちを確認する場でもあるんだからさ。悩みがあるなら聞いてやるぞ。同じギルドならばこそ話せぬ悩みというものもあるじゃろ。袖振り合うも多少の縁ってね。振り袖だけにこの機会に話してみないかい。それなら少しだけ。美食殿のみんなには私が入る前の思い出があって、入る前の絆もあって。うん、
距離を感じてしまうと。もちろんみんなはよくしてくれるんです。でもだからこそ自分自身の過去もわからない私がみんなと一緒にいていいのかって思う時もあって。シェフィーよ、わらわが長い眠りから目覚めたという話は知っておるか？ええ、ディアボロスの人たちがイリアさんを起こしたって聞いてるわ。目が覚めた時は知った者など一人もおらぬでな。しかもかつての力をほとんど失っておった。この時代からすればわらわは過去の存在、一人取り残された迷子のようなものじゃと思っておったが、気がつけばディアボロスの者たちだけではなく、お主たちも含めた多くの者たちに囲まれておる。今となっては皆のおらぬ生活の方が考えられぬくらいじゃ。私もランドソルに来た時は身軽な一人旅だったはずなんだけどね。気がつけばいろいろとつながりが増えたもんさ。人の縁っていうのは自分でも気づかないうちにつながっていく。言葉じゃ分かっていたつもりだったけど、実際につながってみないと実感は湧かないもんさね。そうじゃな、実際につながってみて初めて分かることもある。わらわも最初は不安がなかったわけではない。わらわの過去のことはわらわ以外は皆知らぬ。だがそれでも皆はわらわについてきておるのじゃ。それはシェフィーも同じであろう。過去のことは気にするなってことですか？そういうわけじゃないよ。過去との向き合い方は人それぞれだからね。ただ今を否定する材料にしてしまうのはもったいないってことさ。もったいない。なくした過去よりも今を大切にするってことかしら。なかなか良いことを言うではないか。そうじゃな、せっかくの皆の行為がもったいないわ。今は向けられた気持ちに素直に答えれば良いだけじゃら。みんなの気持ちに。そうですね、なんだか気持ちが楽になりました。二人ともありがとうございます。なーに、構わぬ。迷える者を導くのも支配者の役目じゃ。亀の甲より年の甲ってやつさ。役に立てたのが良かったよ。それよりもお祈りしたいことは決まったんじゃないかい？はい。来年もその先もみんなと一緒にいられますように。シェフィーちゃん、よかった、結構近くにいたんですね。待っててもなかなか来ないから心配になって探しに来ちゃいました。ごめんなさい、お祈りが長引いちゃって。何をお祈りしてたんですか？それは内緒。そんな、そんな野暮なこと聞くもんじゃないよ。ほら早く行こうじゃないか。そうじゃ、縁起物の餅を早く手に入れねば。わらわの完全なる復活のためにはいくらあってもよい。いっそ買い占めてやるのじゃ。ケルちゃんとコッコルちゃんが一足先に買いに行ってますから、早く合流しましょう。売り切れでございますか？はぁ、どういうことよ。さっき私たちが通りがかった時はたくさんあったじゃない。
それが先ほど全部買われた方がおられまして。何よそれ。どうやら神殿の出店すべてから縁起物のお餅が買い占められてしまっているようでございます。あのれー、どこのどいつがそのような非道なことを。こらこら、さっきあんたも同じことを企んでただろうに。神殿のお餅食べたかったです。ないものはしょうがないじゃない。次の目的地に行くわよ。はーい。そうじゃな、次はどこに行くんじゃ。大間に向かおうかと。いいね、早速行こうじゃないか。ほらほら早く。そうですね、気を取り直していきましょう。美味しい海産物が待ってますよ。ルカ様もペコリーヌ様も楽しそうでございますね。ちょろいもんだぜ。まあ種銭はかかっちまったが、これくらいならすぐに。まっ、ちょっとちゃんと前見て歩きなさいよ。うるせえ、邪魔すんじゃねえよ。大丈夫ギャル。大丈夫だけど。なんなのよあいつ、ニヤニヤして。ムカつくわね。では大間に向けて出発ですよ。お、ここが大間の街かい。ははーん、なんとも見事な港町ではないか。おや、あんた方は美食殿の方たちじゃねえか。よく来たな。はい、お久しぶりです。ちょっと待ってな、カズマサを呼んでくるからよ。美食殿のみんな、ここでも有名なんだ。ここの人たちは私の知らないみんなを知ってるのね。話したでしょ、トゥングス漁の時に。ちょっとね、大間の漁師の皆様と私たち美食殿とで力を合わせてグレートトゥングスを釣ったのでございます。おお、お前さんたち来るなら連絡の一つをよこせってんだ。わあ、カズマサさん、お久しぶりです。元気そうじゃない。ちゃんと漁はできてる？おいよ、今年は豊漁でな。俺も港三兄弟もじゃんじゃん水揚げしてるぜ。ま、あの時ほどの大物はないけどな。順調そうでございますね。私、安心いたしました。それで、どうしたんだい。また初物のトゥンスを釣りに来たのか。ねっへへ、それもいいですけど、今回はおせちの材料を集めに来ました。おお、だったら大間に来て正解だ。極上の海の幸があるからな。ん、そこのジョーちゃんらは初めてだよな。シェフィーよ、はじめまして。シェフィーちゃんは私たち美食殿の新メンバーなんですよ。こちらは今回手伝ってくれる。私は
トワイライトキャラバンのルカってんだ。よろしく頼むよ。わらわ、ディアボロスのマスターイリアじゃ。縁起物のおせちの材料集めのため美食殿に同行しておる。だが、お前さんたちのことだ。どうせなら自分たちで取りに行きたいだろう。ああ、私は別に材料を譲ってもらえたらそれで。はい、もちろん取りたいです。そう来なくっちゃね。せっかく海釣りの聖地と言われる大間に来たんだ。挑まない手はないよ。ふん、まあよかろう。やるからには最上級な獲物を狙うぞ。シェフィー様、漁船に乗るのは初めてでございますよね。私が手取り足取り教えて差し上げます。大丈夫よ、コッコロママ。じゃなくて、コッコロさん。私だって美食殿としていっぱい魚を取ってみせるわ。気合入ってるじゃねえか。よし、船を出してやるぜ。港へ来な。おう。ちょ、なんでよ。とっておきの漁場だ。普通はよそ者には教えられんが、お前さんたちは特別だからな。存分に釣りな。腕が鳴るね。それじゃ行かせてもらうよ。そら、それでは釣りましょう。シェフィー様、まずは餌をつけるのよね。あら、シェフィー様、餌のつけ方はこうでございます。私で用意しましょうか。大丈夫、自分でやってみるわ。こうかしら。私よりもお上手でございますよ、シェフィー様。ありがとう、コッコロさん。よし、釣るわよ。至れり尽くせりだね。ほほう、これが海釣りというやつか。なかなか面白いものじゃな。そういえば吸血鬼は流れる水の上を渡れないなんて話を聞いたことがあるけど、海の上なんて来て大丈夫なのかい？わらわは、そんじょそこらの吸血鬼とは違うからな。この程度ならば、何の問題もないわ。へえ、大したもんだね。おっと、今日もすっごく揺れてるし。こういう日の方がよく釣れるんだよ。じゃあ、ほう、もう釣り上げたのか。大したもんじゃねえか。これは負けてられませんね。私たちも釣っちゃいますよ。あ、すごく揺れてるわね。思っていたより波が高くて。主様、そのように身を乗り出されると。しっかり捕まってな。今火事は、ひゃー、ちょ、今それ。危ない。なんだ、波が凍って坊主をキャッチしてやがる。シェフィーちゃん、ナイスです。肝が冷えたな。やるじゃないか、シェフィー。間に合ってよかった。シェフィーのジョーちゃんがやったってのかい。ははー、さすがは美食殿だな。
シェフィーちゃんはすごいんですよ。お見事でございます、シェフィー様。そんな、私はただできることをしただけだから。本当、あの時シェフィーがいてくれたらもっと楽だったのにね。それでもちゃんとできてたみんなの方がすごいわ。私がいなくても。シェフィーちゃん？ほら、ちゃんとシェフィーにお礼言っときなさい。うん、どういたしまして。わらわが手を出すまでもなかったな。では、続きをしようではないか。では、十分に気をつけて再開です。陸に上がったのにまだ揺れてる気がするんだけど。だからなんで自分の船で酔ってんのよ。バカらしくて気分悪いのどっか行っちゃったわ。カズマサ様、お水を。キャル様もどうぞ。ありがとう、コロスケ。それにしてもあっちは元気ね。大量ですよ、やばいですね。いやー、つったつった、最高だね。達人と食い意地魔人はともかく、シェフィーはよく無事だったわね。あんなに揺れる船の上で。ええ、氷の上を滑り慣れてるからかしら。わらわも平気じゃったぞ。荒れた海も空を飛んでおるようでなかなかおつじゃの。結局一番被害を受けてるのは私じゃないの。あれは何の騒ぎ。いいから全部売れよ、金ならあるんだからよ。あんた、そりゃ買いすぎだよ。他のお客さんが買えなくなっちまう。別に予約してるわけじゃないんだろ。だったら俺が買っても問題はないはずだぜ。あんたも強情だね。そんなに買い込んじゃ食べきれないだろう。それに、これは正月の縁起物だ。ちゃんと欲しがる人たちに買ってもらいたいんだよ。俺だって欲しがってるだろうがよ。金は払うって言ってんだ。それともこの町は客を選ぶってのか。ええ、選ぶね。なんだと。俺たち漁師は金のためにやってんじゃねえ。できるだけたくさんの人の笑顔のために命かけてんだよ。そうだそうだ、買い占めなんざみっともないまでしてんじゃねえよ。おめえに売るもんはねえよ。お前ら、そういうわけだ。帰ってくれるかい。後悔しても知らねえからな。あれ、今のって。へっ、おととい来やがれってんだ。いい短歌聞かせてもらったよ。海の男の心意気ってやつだね。笑顔のために、いい言葉ですね。はい、私たち美食伝のモットーに通じるものがあります。しかし、買い占めとは迷惑じゃな。縁起物が足りぬと、わらわの復活のための力が足らなくなるではないか。なんかさっきの男、どこかで見たような気がするんだけど。え、どこかって。うーん、思い出せないわ。ま、いっか。それよりも、よう頑張ったからヘトヘトね。少し休みましょう。うん、
おせちの材料は無事確保できたし、いいんじゃないかしら。働いた後は腹ごしらえじゃな。いいですね、実に美食伝的発想ですよ。はい、イリア様、明暗でございます。そうじゃろそうじゃろ。別に褒め言葉じゃないから。それ、私が釣ったのはおせちに使わない魚ばかりだ。いい機会だからさばいちまおう。今日の漁も終わったしな、町の連中を集めて盛大にやっちまおうか。おせちの前に忘年会です。今日はこのまま大間の海の幸をいただいちゃいましょう。で、そこで俺が坊主から受け取った森がグレートトゥンヌスに突き刺さったのよ。それじゃあ美食伝も手伝って釣り上げたってわけだ。すごいじゃないかなあ。美食伝のみんなはここでも激闘だったのね。そしてそれを成し遂げた。波を凍らせちまうジョーちゃんにも驚いたけどな。さすがは美食伝だぜ。私なんかまだまだみんなには及ばないから。わらわがそうは思わんがな。私思うんですけど、シェフィーちゃんの様子ちょっとおかしくないですか？なんだか時々上の空な感じがして。あんたもそう思った？実は私も気にはなってたのよね。コロスケは？実は私も。シェフィー様はなんだか無理をされているように思います。もしかしてシェフィーちゃんおせち嫌いだったんでしょうか？そんな理由なわけないでしょ。旅自体は楽しんでくれてると思うんだけど、でもなんかいつもより距離があるのよね。この旅で私たち美食伝のことをもっと知ってほしかったのでございますが。余計なことだったのかしらね。それはそんなことないはずです。私はシェフィーちゃんのことをもっと知りたいし、私たちのことを知ってもらいたいです。お互いを知ってもっともっと仲良くなって、今年も来年もその先もこれからの未来をシェフィーちゃんと一緒に作っていきたいです。でもさ、多分だけどこのままこの旅を続けてもシェフィーはこのままなんじゃないかしら。どういうことですか？知ってもらうって言ってもただ話してるのと変わらないでしょ。シェフィーにとっては自分の知らない昔の話なわけだし。まあそれはそうかもしれないね。話だけでは伝わらぬこともある。ディアボロスの皆もかつてのわらわの偉大なる活躍をいくら話しても一向に覚えようとはせぬ。ルカ？それにイリアも。シェフィーは？安心しな、シェフィーなら大間の人たちに捕まって話を聞かれてるよ。冷凍で魚の鮮度を保てるんじゃないかって盛り上がってるね。そういえばお二人ともシェフィーちゃんと何か話してましたよね。その時のお話って？それは言えぬな。シェフィーがわらわたちを頼ってしてくれた相談じゃ。そうですか、ごめんなさい。さっきの話は聞かせてもらったけどね、距離を感じてるのはシェフィーの方だけってわけでもないんじゃないかい？そんなことはありません。私たちは仲間外れって言ってるんじゃないよ。
ただちょっと一方的というか過保護すぎるんじゃないかってことさ。別にそんなことないわよ。でもセフィーには記憶がないんだし、わからないことだって多いだろうしさ。助けて差し上げるのが当たり前でございます。それにお世話もいろいろとして差し上げたいです。そういうところじゃよ。シェフィーちゃんは今回の旅を嫌がっているわけじゃないんですよね。それはあんたたちが一番よくわかってるんじゃないかい。そうでございますね。その上でシェフィー様を甘やかさずにできることとは。ひらめきました。こういう作戦はどうでしょう。へえ、妙案じゃないか。そうじゃな。可愛い子には旅をさせよと申しますが、騙すようなことをしても良いのでしょうか。まあそうよね。あいつたまに赤ちゃんみたいになるし、本当に大丈夫かしらね。信じてやりな、仲間だろ。お二人も協力してもらえますか。もちろんさ、乗りかかった船だからね。うむ、わらわに任せるがよいぞ。わかったわよ。でもシェフィーが嫌だって言ったらなしだからね。いいわね。もちろんですよ。では作戦は明日の朝に。はい、それでは準備をいたしましょう。みんなどうしたの？何かあったの？すみませんシェフィーちゃん、急な公務が入っちゃってランドサルに帰ることになっちゃいました。私もエルフの里から呼び出しがありまして。私もまあもろもろの用事があって。私もそろそろおいとまさせてもらうよ。ギルドの連中に何も言わずに来ちまったからね。わらわもじゃ、そろそろ戻ってやらねばならぬ。え、それじゃ今回の旅はもうおしまいってこと？そうなんですよ。あー残念です。もう少しおせちの材料を揃えたかったんですけど。はい、残念でございます。そっか、そうなんだ。本当にあと少しなんですけどね。あー残念、本当に残念ですよ。はい、本当に残念でございます。シェフィーちゃんと美味しいおせちを食べたかったですけど。しらペコリーヌ、あんた。ああ、残念ですね。私にやらせて。やれると思う。うん、私がやりたいの。それだと一人でってことになるけど大丈夫なわけ？ええ、ダメかしら。ダメではございません。とても助かります。それじゃあ残りの材料はここのメモに書いてますから。お気をつけてお願いいたします。みんなは戻るのよね。あとは私に任せて。絶対にやり遂げてみせるから。はい、シェフィーちゃんこそ気をつけて。美食伝思い出おせち作戦お願いしますね。そ
それじゃあ行ってきます。ペコリーヌさんたちが任せてくれた仕事、頑張らなくっちゃ。今の私にもあるんだ、美食伝としてみんなの役に立てることが。頑張らないと。こうして一人になっちゃうのってなんだかすごく新鮮ね。いつもは私のそばにはみんながいてくれたから怖くはないけど、なんだかそわそわして落ち着かない。今の私は一人ぼっちだからかしら。ううん、違うわね。一人だけど、一人ぼっちなんかじゃない。だから頑張らないと。うん、あれってどうしたの？私の？ありがとう、わざわざ届けてくれたのね。今の音、私じゃないわよ。もしかしてお腹減ってる？よかったら一緒に食べましょう。みんな用事ができて忙しいはずなのに。ありがとう、とっても嬉しいわ。そう言ってもらえるの嬉しいけど、もしかして私元気ないように見えてた？そうなんだ。私の知らない過去を羨ましく思って、一人で勝手に落ち込んじゃってたのってみんなにはバレてたのかな。そういえばこの人も記憶がないのよね。あなたっていつも前向きなのはどうして？不安になったりしないの？みんな、そっか、みんながいるから助けてもらって。うん、それだけじゃない、助け合っているのね。だったら私も同じだ。みんながいるから頑張りたい。ペコリーヌさんも、キャルも、コッコロさんも、あなたも、みんないろんなことを乗り越えてきているからこそ、今の幸せを大事にできるのね。なくした過去よりも、今が大切だってわかってるから。だから私も、今できることをやらなくちゃ。ありがとう。なんだか気持ちがすっきりしたわ。ごちそうさま。お弁当、美味しかったわ。うん、元気出てきた。私、頑張るから。みんなによろしく伝えておいてね。地図は、あ、違うわね。これはおせちのレシピだったわ。ルカさんが書いてくれた大切なものだからなくさないように。地図は、あ、あった。あった。オーマが地図のここだから、こう進んできたはずよね。街道沿いなのは確かなんだけど、ここってどこかしら。なんか道の真ん中で立ち止まっちゃってるけど。
そういえばシェフィって地図は読めたっけ。地図が必要な場所には一人で行ったことはないかもしれません。この辺りは初めて来る場所でしょうし、迷子になってしまったのかもしれません。私が今から地図の見方をしっかり教えて差し上げます。待ちなさい、今はダメよ。耐えなさい、コロスケ。そうだよ、みんなで見守るって決めたじゃないか。シェフィーちゃんを信頼して買い出しをお願いして、私たちは隠れて頑張る姿を見守る。美食伝思い出おせち作戦改め、シェフィーちゃんのお使い大作戦です。まあ少々わざとらしかったが良い作戦ではないか。頼られる経験は何よりも自立心を育てるからな。だからコッコロちゃん、ここは我慢ですよ。はい、ペコリーヌ様。とはいえこのままだと道に迷ってどこに行ってしまうやら。お使いとやらも果たせぬぞ。あー、もう我慢できません。私アドバイスしに行ってきます。ほら、あんたさっきと言ってることが違うじゃない。大丈夫ですよ、私たちだとバレなければいいんです。だからこれで。困ったわね。今いる場所がこの地図のどこなのか分かればいいんだけど。あ、あ、あ、どうなされましたかな。あなたは通りすがりの老人ですじゃよ。困ってることがあるなら話してみてはくださらんかの。あのアホリーヌ、そんなのバレるに決まってるじゃない。いえ、お待ちくださいキャル様。ちょっと道がわからなくなっちゃって。バレとらんようじゃな。そうみたいだね。それはやばいですね。じゃなくてですの、どれ、その地図を見せてみなされ。今の位置がどこかわかりますか。ここですじゃぞ。あ、じゃあこの道を進んだところが目的地なのね。わかりました、ありがとうございます。あの、もしかしてどこかでお会いしたことありますか。気のせいじゃないですかの。そんなことを思うのは一人でいるからではないですかな。心細いようならその目的地まで案内して死んぜよう。いえ、お気持ちだけで十分です。ありがとうございました。そうですか、それではお気をつけて行くんですぞ。はあ、どうでした。確かに気づいちゃいないようだが、見てて不安になっちまうよ。シェフィー様は素直なお方ですので、私たちがここにいるはずがないと思われているのでしょう。なんか罪悪感がすごいわね。騙されたりしないか心配だわ。しかし道に迷っておったのは危なかったな。わらわたちが見守っておって正解じゃったということか。あ、移動します。私たちもついていきますよ。この村ではお野菜ね。ランドソルじゃ見たことない種類がこんなに。
すみません、これもらえますか。順調そうじゃない。そうですね。いけません、シェフィー様。どうしたのよ、コロスケ。あのように無理に入れようとすると袋が。袋破れちゃった。せっかく買ったお野菜が。私、行ってまいります。ちょ、コロスケ。大丈夫でございます。私はこれを。おやおや、お野菜が。拾うのを手伝わせてくださいまし。あの、あなたは。通りすがりの老婆にございますよ。さあさあ、早く拾ってしまいましょう。バレてないわね。コッコロちゃん、さすがです。はい、これで全部でございますね。破れた袋の代わりにこちらをお使いください。すみません、何から何まで。せめて何かお礼を。いえいえ、結構でございますよ。それよりも荷物は重くはないですか。よければ次の目的地まで持つのをお手伝いいたしますが。そこまでしてもらうわけにはいきません。これは仲間から頼まれた大事なものなんです。だから重くなんてありません。ご立派でございます、シェフィー様。え、名前教えましたっけ。もしかして私のことを知ってる人じゃ。いえいえ、あの、こちらの破れた袋にお名前が。本当だ、気がつかなかったわ。コッコロさんが書いてくれてたのね。この袋、私が赤ちゃんみたいになっちゃっていた時に用意してくれたものなのかしら。それなのに私ったら破っちゃうなんて。その程度でしたら繕えば治ります。気になさることはありませんよ。むしろ破れるくらいまでしっかりと使ってもらえる方が作ったものには嬉しいものでございます。そうだったらいいな。この袋は大切に持ち帰ります。それであの、やっぱりお礼を。いえ、大丈夫でございますよ。それではお気をつけて。おばあさんもありがとうございました。危なかったわね。申し訳ありません、シェフィー様のお言葉に感動してしまいました。まったく、見ててヒヤヒヤするったらないよ。そうですね、袋が破れた時はどうなるかと思いました。私が言ってるのはあんたたちのことなんだけどね。先へ進むようじゃぞ。バラーたちも会おうとしよう。はい、行きましょう。この辺りにあれかしら。すみません、キャラバンのお店ってここで合ってますか。ああ、そうだよ。ランドソルからビーストの国、果ては東国の品まで何でも揃うキャラバンの店へようこそ。あの、売ってもらいたいものがあるのだけど。年の瀬のこの時期だ。
パーッと買っていってもらいたいのは山々なんだが、晴れ着を着てるってことは東国の品をご所望かい？ええ、このメモにあるおせちの材料なんだけど。間が悪いね。それはさっき在庫切れになっちまったよ。うちにある分を全部買っていった客がいてね。え、そんな。他にどこかで売ってる店はないかしら。仲間が楽しみに待ってるの。ここいらじゃうち以外だと手に入らないと思うよ。悪いが諦めてもらうしか。買い占めってさっきの柄の悪い男かい？おや、あんたはさっき買い物してくれたお客さんじゃないか。まだ何か入りようかい？ちょっと話し声が聞こえてね。欲しいものってのはこの東国の高級醤油ってやつかい？それです。でもどうしてあなたが？さっきの男に買い占められる前に買ってたのさ。よかったらこれ持っていきな。でも悪いわ。いいのよ、私は物珍しいから買っただけだしさ。あんたは仲間が待ってるんだろ。ジョーちゃんついてるね。遠慮せずにもらっときなよ。ありがとうございます。でもただでもらうわけにはいかないわ。お礼はさせてもらうから。いいって言ってるだろ。なんだい、ずいぶんと強情な子だね。じゃあこうしたらどうだい。お客さんはそれを返品して、それを改めてジョーちゃんが買い取る。それなら問題ないだろう。確かにそうだけど、本当にいいの？いいよいいよ。それじゃあ返品しておくれ。はいよ。それじゃあジョーちゃん、これで晴れてあんたのもんだ。仲間のとこに持ってってやんな。本当にありがとう。なんてお礼を言えばいいか。なんてことないさ。年の瀬にちょっとだけいいことして、いい気分で新しい年を迎えたいだけだよ。もしお礼がしたいってんなら、そうさね、誰かに同じようにしてあげな。世間ってのはそうやって回ってるんだからね。わかったわ、そうしてみます。そういうこった。それじゃあジョーちゃん、良いお年を。ええ、良いお年を。私たちが出る幕なかったですね。はい、このように周りが助けてくれるのはシェフィー様の人徳ゆえでございます。はいはい、まったくあんたたちは甘いんだから。それにしてもこんなところでも買い占めって流行ってるのかしら。人様の迷惑を顧みない連中ってのはどこにでもいるもんさね。まったく嘆かわしいの。イリアがそれを言っちゃうのね。すみません、何かあったんですか？この先の橋が通れなくなってるんだよ。なんでも大きな魔物に落とされたらしいんだ。大変。それじゃあ川を渡れなくてこんなに人が立ち止まってるのね。橋は完全に落ちたわけじゃないから残った部分を渡れそうなんだが、細すぎて身軽じゃないと無理だよ。年越し用にいろいろと買い込んだ後だからね。遠回りしようにも他の橋は遠いし、買ってるのは生物だからこのままじゃ傷んじまう。それでみんな困ってるのさ。おっと、そいつは大変じゃねえか。どうだい、
俺の話に乗ってみないか。なんだあんた。いや、俺は通りすがりの商人さ。だがちょっと義侠心が湧いてきてね。どうだい、あんたのその荷物買い取ってやろうじゃないか。どういうことだ。手ぶらなら渡れるんだろ。早く帰るには荷物を捨てるしかない。でもそれじゃああんまりだ。そりゃそうだな、年が越せなくなっちまう。そこでだ、捨てるくらいなら誰かに言って金を回収しておいた方がマシだろ。なるほど、確かにそうだ。それじゃああんたが買い取ってくれるのかい。ああそうさ。とはいえ俺もそんなに元手があるわけじゃない。正月の縁起物限定で買い取らせてもらおうと思ってね。確かにいい案に思えるわね。それじゃあ売っちまうか。俺が持ってるのはこれとこれなんだが。いいぜ、買い取ろう。とはいえこれだとまあせいぜいが5000ルピってところかね。え、そんなに安いのかい。これだけでも5万ルピで買ったんだよ。そうは言ってもね、こっちもほぼほぼ慈善事業なわけよ。嫌ならそこらに捨てて0ルピで川を渡るかい。それは。そこのお嬢ちゃんも結構な量の荷物があるじゃないか。どうだい、買い取ってやるぜ。私はいいわ。いや、ちょっと見せてみろって。なんだ、ずいぶんなレア物揃えてるじゃねえか。なあなあ、売った方がいいって。ほら。ダメよ、これは仲間に頼まれた大切なものだから。でもこのままここで腐らせるよりはマシだろ。なあなあ。それは。ちょっと待った。なんだ。黙って聞いてりゃ何よその態度。慈善事業とか言いながらほぼ恐喝じゃない。なんだと。あなたは。何よ、じゅうじゅう見ないでよ。私だって好きでこんな格好してるんじゃないわよ。何なのよ本当で。それはいいから、ただの通りすがりの。通りすがりよ。今はそんなこといいでしょ。それよりこいつよ、なんか怪しくない。何言ってやるんだ。言いがかりも大概にしろや。思いっきり買い叩いてるくせに何言ってんのよ。それにこんなところで待ち伏せみたいにさ、まるで橋が落ちるのが分かってたみたいじゃない。はあ、何を根拠にそんなこと言ってやがる。言いがかりだ、言いがかり。何ですって。どっちも落ち着きなよなあ。確かに言いがかりかもしれないけど、でも弱みにつけ込むようなことは良くないと思うわ。良くないも何も商売ってのはそういうもんなんだよ。それは違うと思う。少なくとも私がさっき出会った人たちは違ったわ。お金だけじゃなくて気持ちをやり取りするのが大切なんだと思う。確かにそうだな。こんな二束三文で売り払うくらいならここで食べてしまった方がマシか。そうね、そんなに安く買い叩かれるくらいなら。おい待てよなあ、考え直せって。いいから全部売れよ、金ならあるんだからよ。っていうか、やっと思い出したわ、そのムカつく言い方と顔。ねえあんたさ、神殿と大間にもいなかった。何でそれよ。てかいや
知らねえな。そう？大間で縁起物買い占めようとして漁師に追い返されてたでしょ。知らねえよ。俺に似たやつなんてランドソルには50人はいると思うぜ。まあ確かにやりがちな顔してるけどさ、やっぱりいたでしょ。いたわよね。知らねえって言ってるだろ。くそ、お前らなんか知るか。道端にでも捨ててろ、バーカ。何を逃げるっての。うるせえ、バーカバーカ。もうムカつくわね。言っちまったか。まあいいや。よし、生だけどそのままここで食っちまおう。私も遠回りするしかなさそうね。わあ、なんで諦めるのよ。あんたなら、なんでもないわ。だって橋は崩れているって言うし。自分に何ができるかよく思い出してみなさい。得意なものとかあるでしょ。そうだ、魔法。なんで思いつかなかったんだろう。私なら何とかできるかもしれないわ。何とかって？橋の残骸を使えばいけそうね。ちょっと離れてて。はあ？なんだ？氷の橋がかかって。これ、あんたがやったのかい？ええ。簡単には解けないと思うけど、できるだけ早く渡ってね。助かるよ。これで家に帰れる。ほんと、ありがとう。ちょっと待って、あなたの荷物生物なのよね。ああそうだ、俺にもらってくれないか。どうだい。気持ちだけいただくわ。私には自分の荷物があるもの。生物にも氷の魔法をかけてあげると長持ちすると思うのだけど、いいかしら。ああ、いいのかい。お、すごい。これで大丈夫だと思うわ。他にも家が遠い人がいたら。それじゃあ私もお願いしてもいいかしら。もちろんよ。ありがとう。君のおかげでいい年末を送れそうだ。本当になんて礼を言ったらいいか。お礼なんていいわ。でもよかったら誰かに同じように良くしてあげて。世間というのはそうやって回ってるものらしいから。そうだな、そうするよ。ありがとう。いいお年を。ありがとう。ええ、あれ、そういえばさっきの人は。俺言いそびれちゃったな。どこかで見たことあるのよね。私の魔法のことを知っていたみたいだったし。ふぅ、なんとかなったわね。お見事でした、ギャル様。結局私はあいつを追い払っただけだけどね。それより本当にバレてなかったっぽいわね。こんな変装が役に立ったってのが本当複雑。それにしても大したもんじゃないか、シェフィ。自分だけじゃなくて周りのために自分の能力を使いこなしてさ。あの子らが思っておる以上にしっかりとしておるではないか。はい、他の人たちのこともちゃんと考えてて、シェフィーちゃんってばすごく立派ですよ。あそこまで真の強い方だったのですね。コロスケたちが甘やかしすぎて気づいてなかったのかも。反省です。
次からは安易に手を出さずに、シェフィー様を信じて、しっかりと見守りましょう。シェフィーを信じて、あ、そうね。それがシェフィーのためかもしれないわ。はい、信じますよ。それにしても、あの男にもよく気づいたものや。確かに、大間によった買い占め未遂犯じゃな。どうやらキャルは人の顔を覚えるのが得意なようじゃ。別にそんなことないわよ。ただ私のことムカつかせたやつの顔は忘れないだけだから。そりゃ頼もしいね。とはいえあいつは何か企んでそうだ。次見かけた時はよく注意しておこうかね。ここがマルジェン海岸。浜でハマグリっていう貝を手に入れればいいのね。どこで買えばいいのかしら。あの、すみません。なんじゃ。あの、ハマグリが欲しいんですけど、どこで売ってるかわかりますか。お主もか。普段ならば今の時期はわしら漁師が浜で売っておるのじゃがの。もしかして。すまぬが昨日買い占められて売り物のハマグリはもうないんじゃよ。なんとかなりませんか。どうしても必要なんです。ふん、訳ありのようじゃの。話してみなされ。実は。なるほどの。浜で取ることはできるんじゃが、今は皆漁には出たがらんのでの。浜に魔物が住み着いておるんじゃ。普段なら魔物も恐れぬ海の男たちじゃが、あの魔物はどうにも手ごわくての。私が取りに行っちゃダメですか。言うたじゃろ、魔物が出るんじゃ。危ないからやめておきなされ。それでも必要なんです。止めても無駄そうじゃの。わかった、好きにしなされ。ただ危ないと思ったらすぐ逃げるのじゃぞ。ありがとうございます。来たのはいいけど、ハマグリってどうやって取ればいいのかしら。つい勢いで動いちゃった。なんだかペコリーヌさんみたい。でもここで最後なんだから、絶対に諦めたくなんかないもの。なんとかしなくちゃ。とりあえず浜で取れるってことは砂の中にいるってことよね。海の中の砂を掘るには剣でいいかな。剣の先に硬いものが当たったら貝のはず。なんだろう、なんだか異様な気配が。剣先が何かに掴まれた。これって触手。魔物、砂の中に潜ってたの。そういえばコッコロさんが捕まったのも触手だって聞いたわね。どうしよう、逃げろって言われたけど。あんなに大きいのに素早い。周囲は海水だったら凍らせて動きを封じる。よし、このまま
別の足で氷が砕かれた？足の一本一本が全部別の生き物みたいに襲ってくる。この魔物本当に強い。シュフィーちゃん、あの魔物は私たちが戦ったものよりも大きいのでは？あの時はコロスケが捕まって危なかったのよね。このままじゃ。オタオタするんじゃないよ。シェフィーを信じるって言ったのはあんたたちだろ。信じて見守るのもまた仲間の仕事じゃ。リスマ、もちろん本当に危なくなったら助けに行くさ。でも見てごらんよ、あのシェフィーの顔を。シェフィー、あの顔はまだ諦めた顔ではないの。頑張れシェフィーちゃん。シェフィー様、諦めちゃダメ。美食殿のみんななら絶対に諦めないから。私だって美食殿のシェフィーなんだから、絶対に諦めない。絶対にみんなと幸せな食卓を囲むんだ。とにかく相手の本数が厄介だから、食種同士が集まったところを凍らせてくっつける。食種の本数さえ減らせればこちらの動きにも余裕ができるわ。本体の動き自体は速くない。私なら倒せる。こんな、やったやった、やりましたよ。さすがでございます。よくやったわシェフィー。本当に一人で倒しちまった。それにしても大したもんだよ。なかなかの魔物じゃったな。わらわですら苦戦したやもしれぬぞ。信じて見守っててよかったじゃないか。はい、私感動しております。まあ私は信じてたけどね。もうケルちゃんってば。おお、何やらすごい音がするので来てみれば。おじいさん、しかしなんとも巨大なタコじゃの。これほどの大物、以前美食殿の方々が倒した時以来じゃよ。え、美食殿のみんなが？それを一人で倒すとは、いや、お見それしました。しかし、なぜこれほどの魔物に一人で挑まれたのですかな？それは多分、クイージーかな。なんですと？私も、美食殿なんです。それはなんとも。しばし休んでいかれませんかな。でも、ハマグリを取らないと。浜も安全になったゆえ、漁師たちも安心して漁に出られます。せめてものお礼です。ハマグリ取りは我々にお任せください。それじゃあ、お言葉に甘えようかな。少し休ませてもらうわ。せっかく村の漁師総出で取ってきたのですが、持っていかれるハマグリはそれだけで良いのですかな？ええ、これだけあれば十分だわ。それにタコの足ももらったし。あれはシェフィーさんが倒したものですから、全部持って行ってもよろしいのですよ。いいえ、そもそも大きすぎて運べないし、何より美味しいものは独り占めしないで
みんなで分け合う。それが美食伝だもの。なるほど。ありがたく浜の者たちで分けさせていただきます。それでは良いお年を。ええ、良いお年を。これでおせちの材料は全部揃ったわ。いろいろおまけも増えちゃったけど、あとはみんなのところに戻るだけ。長かったようで短い旅だったわね。おや、お嬢さん、すごい荷物だね。ええ、一生懸命集めたの。おせち料理の材料みたいだね。それだけの量を集めるのは大したもんだ。ありがとう。あれ、あなたの顔どこかで見たような。そうかい。俺に似たやつなんてランドソルには50人はいると思うぜ。そうかしら。でも、え、何、どうしたの？急にお腹が。痛だ。大変。待ってて、今誰か人を。魔物？危ない、逃げて。そうだな、逃げさせてもらうぜ。お前からな、よっと。魔物にまたがった。どういうこと？あなた魔物使いなの？まあそういうこった。にしても随分と上物を集めたもんだな。あ、それ私の荷物。こいつはもらっておくぜ。おい、行くぞ。さすがだぜ相棒。じゃあな、アッパよ。みんなのおせちの材料が。追いかけないと。足くじいちゃってる。あのタコを一人で倒せたからって油断してた。どうしよう。なんということでしょう。シェフィンちゃん。何よ、今すぐシェフィーのところに行ってやんなきゃダメでしょ。そうですよ、あんなことがあったら絶対ショックなはずです。作戦なんて言ってる場合じゃないでしょ。シェフィー様の頑張りを無駄にしないためでございますか。しかし、それでも。ダメ。こんなところで泣いてるだけなんて、ダメなんだから。私が、なんとかしないと。シェフィー様が泣いてしまわれております。なんとおかわいそうな。あ、コッコロちゃん見てください。ここで座ってても何にもならないわ。追いかけないと。分かってるのは方向だけ。それでも行くしかない。取り返すんだ、絶対に。シェフィー様、お一人で立ち上がられて、なんてご立派な。それにしてもあのムカつく男は魔物使いだったなんて、絶対許さないんだから。私たちは先回りして魔物とさっきの人を追いかけましょう。
待ちな。そっちは私たちに任せてもらうよ。あんたたちはこのままシェフィーを見守っておきな。あやつ、あの時の買い占め犯じゃったな。安心せ、すでに眷属を放ち後をつけさせておる。ルカ様、イリア様ですが、私たちがついていながらこんなことになっちまったんだ。挽回のチャンスをくれないかい。ふざけた真似をしよって、絶対に逃がさぬぞ。シェフィーは覚悟を持って最後までやり遂げようとしてるんだ。お前さんたちも覚悟を持って最後まで見守ってやりな。わかりました。シェフィーちゃんは私とキャルちゃん、コッコロちゃんで見守ります。あなたはお二人を手伝ってあげてください。絶対に逃がすんじゃないわよ。いい？この先におるようじゃな。神聖であるはずの神殿に魔物が潜むとは、穏やかじゃないね。確かにそうじゃな。あそこじゃ。順調に集まってるぜ。なあ、どうだ具合は。よし、力は十分なようだな。今年は最初からおかしな年だったぜ。牛の魔物のお前が牛年の縁起物を食ったせいでパワーもアップしたなんて誰も信じなかったからな。まあいいさ、おかげで俺はこの1年間いい思いをさせてもらったぜ。とはいえ来年はどうなるかわからねえ。だから牛年のうちに縁起物をたっぷり食べて力を蓄えるんだ。そうすりゃ来年も大暴れできるに違いねえ。しかしわざわざ買い占めなんざするより最初からこうして奪っちまった方が早かったな。頼むぜ相棒よ。投資した分はしっかり働いてくれねえと困るからな。どうやらこちらには気づいてないようだね。しかし、なるほど、縁起物を買い占めや強奪で集めてる理由は分かったよ。どうする、このまま一気に奪い返すかな。そうだね、肝心の主役が来なければ始まらない。私はここであいつらを見張っておくよ。お前さんとイリアはシェフィーを探して連れてきておくれ。私たちはイリアの眷属を使ってこいつらをすぐに見つけられたが、シェフィーだけだと難儀してるだろうからね。あい、わかった。逃がすでないぞ。諦めない、絶対に。足首は氷魔法で冷やして固定したからもう痛みはないけど、あの人たちが向かったのがこっちで合ってるかはわからない。それでも立ち止まらない。うん、立ち止まれない。シェフィーよ、ここまで来ておったか。よく頑張ったな。イリアさん、あなたまでどうしてここに。ごめんなさい、私のせいで大切な荷物が。みんなまで言わずともよい。よくぞ一人で頑張ったな。ついてまいれ、探し物はこのすぐ先じゃ。それって
どういうこと？よく来たね。思ってたよりも随分と早いじゃないか。うん、大丈夫そうだね。まだ目は死んじゃいない。ルカさんも。そっか、私のこと見ててくれてたのね。ごめんなさい、私の不注意で。その上であいつらを逃がしちまったんだ。謝るのはこっちの方さ。場所を教えてくれたことにはお礼を言うわ。でもこれ以上手を借りるわけにはいかない。これは私がやらなくちゃいけないことだから。手を貸す？何のことじゃ？え？私たちはただ悪党を退治しに来ただけさ。あんたとはたまたま目的が同じだけでね。失態を取り戻したいのはわらわたちも同じじゃ。ダメと言うてもついていくぞ。でもいいのかしら。私が自分で責任を取らなくちゃいけないのに。細かいことは気にするでない。伝説の吸血鬼の気まぐれとでも思ってあれ。ありがとう3人とも。うん、いい返事だ。シェフィーに手を出したこと後悔させてやろう。はあ、よかった。なんとか無事合流できたみたいね。見守るって大変なんですね。何回助けに行こうとしちゃったことか。我慢するので精一杯でしたよ。はい、ですがシェフィー様の頑張りはそれはお見事でございました。ところで、そう、なんで私たちまだ隠れてんの？それは、シェフィー様を見守るため。あいつたちと合流しちゃったんだし、今更じゃない？それもそうですね。じゃあ、今から合流しちゃいましょうか。でも、よろしいのでしょうか。そうなると、私たちの変装のことも、シェフィー様に知られてしまうのでは。確かにそれはちょっと恥ずかしいですけど、でもでもお互いの恥ずかしい出来事を笑い合うのも大切だと思いますから。え、やだ、あのバカみたいな格好したのが私だってバレるのはやだ。キャルちゃんとっても似合ってましたよね。え、コッコロちゃん。はい、とても愛らしいお姿でございましたよ。そういうのいいから。とにかく私は嫌よ。ここでシェフィーを見守る、いいわね。よしよし、買い占めてきた分は全部食べたようだな。じゃあ次はこの盗んできた一つ人の世都政の義理と縁を結ぶが縁起物。買い占め盗んで腹に入れども得られる功徳はありゃしない。なんだ。ぬしらの暴虐、この伝説の吸血鬼が確かに見届けた。覚悟はできておろうな。私たちだけじゃない、みんなの楽しいお正月返してもらうわ。くっそ、なんだってんだ。まったく、お前たちにとっちゃこんなものただの飯の材料だろうが、何そんなもんに必死になってやがんだよ。そいつはあんたには分かんないだろうね。ありがたいはずの縁起物をそんなに粗末に扱うあんたにはね。うるせえ、おい相棒、返り討ちだ。先ほどよりも何やら大きくなっておるの。
縁起物の力とやらを取り込んだせいじゃろうか。ああ、その通りだぜ。お前らなんぞに負けるわけがないんだよ。こいつは思ってたより手強そうだね。どうだいお前さんたち、おじけづいちまったかい。どんなに強い相手だろうと、私たちは諦めない。行くわよ。しゃらくせえ、蹴散らせ。うわあ、なんで俺も。俺すごく強い。お前うるさい、用済み。しょうか。倒して食らう。ち、早い。凍らせて動きを止めるわ。海の時みたいに全部凍らせる。入り混じった聖なる力が神殿の神器で増大されておるのやもしれんな。思っていたよりも厄介そうだね。一体どうしたら。案ずるでないわ。光と闇を兼ね備えておるのはそやつだけではない。行くぞ。なる夜と漆黒の夜に次ぐ生まれ来る新年と去りゆく旧年をすべし伝説の吸血鬼イリア・オウスタイン剣山じゃ。わらわの真の力味わうわい。すごい、これがイリアさんの本気。やったか。まだだ、イリア。イリアさん。一目きれなんだか。全魔力をつぎ込んだというのに。小さくなっちまったおかげで避けられたのかい。まったく肝が冷えるね。相手の袖た力はせいぜい 2,3 割か。それだけでも大したもんさね。この神殿には年末年始に向けて参拝者の祈りも集まってる。なんだかピンチですよ。セフィー様、主様、保護者としてはここは見守るべきなのよね。そんなのおかしいです。だって私たちは保護者じゃなくて仲間なんですから。助けに行くに決まってます。それじゃあシェフィーの気持ちはどうなるのよ。私たちのためにって必死に立ち向かってるのよ。それでしたら明暗がございます。ああぎり。さあ参りましょう。なんだかどんどんと回復していってないかい。そのようじゃな。これも神殿の力のせいか。そんな、このままじゃ勝てないわ。助けが必要ですかな。お助けに参りました。もうこの声はただの通りすがりの老人ですじゃ。通りすがりの老婆でございます。通りすがりの、通りすがりよ。よく来た。総攻撃をかける。力を稼い。あの、
この人たちって。いいから行くよシェフィ。わらわたちが相手を崩す。あとは任せるぞ。わかったわ。お願い。いいね、力がみなぎってきたよ。これなら負ける気がしないね。さて、ここからが本番じゃぞ。あの人だけじゃない、みんなが私に力をくれる。これなら。まずは私が梅雨払いと行こうか。はあ、雪の太刀到底ささめ雪。見事な剣の才じゃね。ならばもう一度わらわの真の力を見せようさ。ラミリオンライジング。踏まいながら突進してきた。お前さん、私たちの強化はいい、避けな。いい度胸じゃ。さてこそ我が眷属や。ルカリ、わらわたちで攻撃をそらすぞ。まったく無茶するね。シェフィ、あとは頼んだよ。はい。あの人が作ってくれたチャンス逃さない。タイミングはお任せしますぞ。いつでも来てくださいまし。存分に行きなさい。今ここよ。みんな合わせて行きます。はあ、このみんなの思いをこの剣に。力が抜けてゆく。俺の年が終わってゆく。倒せたの？そのようじゃ。みんなお疲れ。え、おや？三人はどこに行ったんだい？もう立ち去ったようじゃな。さっきの人たちってやっぱりペコリーヌさんたちだったんじゃ。本人たちは隠してるつもりなんだ。そこは知らないふりをしてやるのが情けってもんさ。目が覚めた。なんだこれは。あいつは、俺の相棒はどうなったんだ。倒しちまったよ。それよりもあんたの身柄はナイトメアに引き渡すから覚悟しときな。どうせ買い占めに使った金もよからぬ方法で手に入れたものじゃ。なんだよ、もう普通のミノタウロスになっちまってるじゃねえか。くそ、結局1年限りの夢だったのか。あいつを使ってもう一儲けするつもりが。相棒なんて言っておきながらそんな扱いってひどいわね。そんなだから後ろから刺されるようなことになるんだよ。檻の中で反省しな。さて、シェフィーの奪われた荷物はこれかな。中身は無事ね。よかった。他にも似たような荷物がいっぱいね。これも私みたいに盗まれたものなのかしら。そのようじゃな。まったくろくでもないやつじゃ。ルカさん、ミリアさん、あなたも本当にありがとう。
こうやって無事取り戻せたのも、みんなのおかげね。なーに、いいってことさ。うむ、気にするでないわ。してシェフィ、これからどうするんじゃ。荷物は無事じゃし、そのまま美食殿へと帰るかな。もう少しだけ手伝ってほしいことがあるの。こっちの荷物は私のじゃないけれど、でもきっと楽しみに準備していたものだと思うの。だから。おっと、最後まで言うのは野暮ってもんさ。持ち主に返してやろうって言うんだろ。任せておきな。かつてはサンタクロースをしておったわらわにはたやすいものよ。では行こうかな。ええ、みんなが幸せな新年を迎えられるように。もらってなーに、構わないさ。シェフィーこそよくぞ最後までやり遂げたな。二人のおかげよ。私一人じゃできなかったもの。それじゃ私たちはここでおいとまさせてもらおうかね。え、せっかくだしギルドハウスまで来てくれない？お礼をさせてもらいたいの。礼などいらぬわ。それよりもみんなシェフィーを待っておるぞ。ああ、早く帰ってやりな。うん、ありがとう二人とも。礼などいらぬと言うておろうに。それじゃあな。良いお年を。でね、このまま進むと美食殿のギルドハウス、もう随分と帰っていない気がする。ほんの数日の旅だったはずなのに、ペコリーヌさんたちと別れてからはもっと短い。それにみんなはいつも私を見守って助けてくれてたのに、早く会いたいな。みんなに会ったらどんな顔でなんて言おう。ずっと考えてるのに答えが浮かばない。それなのに歩く速度だけはどんどん速くなってしまう。もうすぐだ、あの角を曲がれば。帰ってきましたよ。はい、見ればわかるわよ。おい、ちょっと。遅くなっちゃったけど。おかえり、シェフィーちゃん。ただいま。
お帰りなさいませ、シェフィー様。シェフィーちゃん、本当に、よく頑張って。泣いてどうするのよ。無事に戻られて安心いたしました。うん、そんなことないわ。私なんてまだ全然、みんなにも助けられてばかりで。そんなことはございませんよ。いいから自信持ちなさい。あんたは自分がやるべきだって思ったことをやり遂げたんだから。キャル、それじゃあ。お、シェフィーちゃんの持って帰ってきてくれた素材で美味しいおせちを作っちゃいましょう。美味しいおせちをみんなで食べるまでが作戦ですよ。はい、どちら様。こんにちは、ギルド管理協会です。今、ゲッっておっしゃいましたか？これはカリン様。いらっしゃい、カリンさん。どうしたの？何？また何か厄介事じゃないでしょうね。そんなことありませんよ。今回はなんと、美食殿の皆様に感謝状をお持ちしました。私たちにですか？それは光栄ですね。ええ、本当に。それで、何に対しての感謝状なのよ。先日の縁起物独占強奪事件解決ですよ。ルカさんとイリアさんから報告がありまして。主様とシェフィー様のお手柄でございますね。報告には美食殿皆さんの協力があったと。何のことですかね。そうでございますね。知らない話ね。どうしたんですか皆さん。気にしないであげて。わかりました。それでですね、感謝状の他にも今回の事件の被害者の方々から、それはもうたくさんのお礼をいただいておりまして。そんなのいいわよ。当たり前のことをしただけなんだから。そうおっしゃられると思いまして、お礼の品はギルド管理協会でお預かりしております。ほんと、そういうとこよ、あんたたちは。つきまして、ギルド管理協会の新年会を兼ねました表彰パーティーに、主賓として美食殿の皆さんをご招待させていただきたいのです。お礼の品でたくさんのお料理を用意してますので、ぜひご参加ください。パーティーですか？いいですね。それは素晴らしいことでございます。ちょっと、今準備してるおせちパーティーはどうするのよ。だったら、私たちのおせちも持ち寄って、みんなで食べましょうよ。それ、いいですね。さすがシェフィーちゃん。名案でございます。まあ、あんたたちがそう言うなら。それでいい？カリン。はい、大丈夫ですよ。とっても美食殿らしいアイデアだと思います。ですって、シェフィーちゃん。シェフィー様らしい素敵なお考えでございます。よかったじゃない。
詳しい場所は追ってご連絡させていただきますので、それではお忙しい中失礼いたしました。皆さん良いお年を。カリーさんも良いお年を。さて、そうと決まればお料理頑張りましょう。あなたも手伝ってくださいね。新しい年も最高の一年にしちゃいますよ。私も精一杯お世話させていただきますね。ま、無理しない程度にね。なんて、あんたに言っても無駄かしら。きっと大丈夫よ。みんながいるんだから。この一年、ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。新年会、楽しみですね。どんなお料理が待ってるんでしょう。ペコリーヌさん、もうよだれが。私もとても楽しみでございます。ペコリーヌ、新年会では存分に食べてやなさい。え、いいんですかキャロちゃん。てっきり乙女になるかと。私たちは招待される側ってことは当然。ただあのクソメガネに目に物見せてやるチャンスよ。たくさん食べてギルド管理協会をビビらせてやんなさい。はい、任せてください。たくさん楽しんじゃいますよ。キャルってば。でもせっかくだから楽しまないといけないわね。そうでございますね、シェフィー様。それじゃあおせち料理作りの続きやっちゃいましょう。つまみ食い禁止ね。今からお腹空かせてなさい。そんなペコリーヌ様にはあまりに酷でございます。さあこちらのおやつをどうぞ。はーい、ココロちゃんありがとうございます。コロスケ、甘やかしすぎよ。にぎやかなのも美食伝らしいなって思って。みんながいて、あなたがいて、こうして帰る場所がある。私、美食伝で本当に良かった。今ならはっきりとわかるわ。ここが私の居場所なのね。声で
シェフィーもいい子じゃないか。きっと一緒にいるお前さんたちに影響を受けてるんだろうね。